以上が今回の番組内容でした。それでは次回、来年1月1日木曜日から放送予定の番組内容をお伝えします。前橋市長が市政について語るテレビ版市長コラム、次回は合併10年を迎えてをお送りします。町の出来事では市内で行われた様々なイベントや行事などの模様をお伝えします。市政ガイドでは交通政策課から津渚町開港10周年を迎えてをお送りします。また新春特別番組としてプロテニスプレーヤー西岡義人さんと前橋市長の対談の模様をお送りします。今回のミニ情報のコーナーは1月のボートレース開催日程をお伝えします。12月30日火曜日から来年1月4日日曜日までの6日間は伊勢新聞社新春レース、8日木曜日から12日月曜日までの5日間は山崎定時杯、17日土曜日から21日水曜日までの5日間は猪倉温泉湯煙争奪杯、29日木曜日から2月3日火曜日までの6日間はルーキーシリーズを開催します。今年も残り少なくなってきました。振り返ってみるといろいろな出来事がありました。皆さんにとって今年はどんな一年だったでしょうか。まるっと津ガイドでは年末年始の特別番組として今年1年間で放送した街の出来事を総集編でお送りします。12月29日月曜日から31日水曜日までの午前11時からは平成26年1月から3月までの放送分を、午後5時からは4月から6月までの放送分をお送りします。また来年1月1日木曜日から3日土曜日までの午前11時からは7月から9月までの放送分を、午後5時からは10月から12月までの放送分をお送りします。ぜひご覧ください。このあと45分からは技の彩りをお送りします。今回は5分色ひな人形をお送りします。寒さ厳しい季節、お体には十分気をつけて良いお年をお迎えください。1年間ご視聴ありがとうございました。次回も津市行政情報番組まるっと津ガイドをぜひご覧ください。